あーいか、久しぶりだな。俺のこと覚えてるか？誰ですか？私の知り合いにマサヤなんて名前の人いないと思うんですけど。おいおい、そんなこと言うなよ。あんた覚えてるんだろ？っていうか、忘れるわけないよな。一度は愛した相手のことなんだから。何のことですか？元旦那のことを言ってるのであれば、ろくな結婚生活じゃなかったので、もう記憶から抹消してるんですけど。なんだよ、その言い方。ということは覚えてるんだよな。あの時は本当にごめんな。俺も本当に反省してるんだ。だから話を聞いてくれ。話すことなんてないです。まさかとは思うけど、自分のしたこと忘れてなんかいないよね。忘れるわけないだろ。ちゃんと覚えてるよ。愛香にも優太にも辛い思いさせて本当に悪いことをしたよ。分かってるならいいよ。本当に悪いと思ってるんだったら私たちに関わらないでって別れる時に何回も話したよね。それはそうだけどさ、でもどうしても話さなきゃいけないっていうか、愛香には知っておいてほしいことなんだよ。そうなんだ。でもあいにくなんだけどさ、私仕事とか優太の学校のことで忙しくて、あんたの話聞いてる暇ないんだわ。優太を養っていくために私は必死なの。それはわかってるよ。でも本当に大事な話で一刻を争うことなんだ。私も優太がもうすぐバスケの大会があって、毎日練習の送り迎えやお弁当作りで忙しいの。悪いけどあんたのことまで心配してる暇ないから。そんなこと言うなって。俺たちいろいろあったけど一応夫婦だったんだぞ。一時期は仲良く子育てもしていて、お互い愛し合った仲なのに、なんでそんな冷たい態度が取れるんだよ。あ？よくそんなことが言えるよね。誰のせいで離婚する羽目になったと思ってるの？それは俺が悪いけど、でも全部が全部俺のせいではないし、 100% 俺が悪いってことではないだろ。何言ってるの？全部あんたのせいだし、 100% 悪いのはそっちですけど。やっぱり反省してないんだね。いや違うって、本当に反省はしているし悪かったと思ってる。でも今回は話が違うんだよ。本当に緊急で急ぎの用事なんだ。はぁ、本当しつこい。こんなことになるんだったらさっさとラインブロックしておけばよかったわ。そうだよ、なんだかんだ言いつつ俺のことを離婚してからもラインブロックせずにいつでも連絡取れるようにしておいたのは愛香だろ。それなのに連絡してきたことに対して怒るのはちょっと筋違いじゃないか。どの口が言ってんだか。私がブロックしてなかったのはね、別にあんたからの連絡を待ってたからじゃなくて、早く養育費を払ってほしかったからだよ。定期的に連絡する手段が必要だっただけだから、勘違いしないでくれる？わかったわかったよ。俺が悪かったから。だから話を聞いてくれ。なんで俺が養育費を払えないのかちゃんと理由話すからさ。養育費払わなかった理由がそんなまともな理由だとは思えないけど。本当なんだ。今本当に生活も厳しくて、それに俺さ病気なんだよ。病気？何の？俺も医療に詳しくないからさ、詳しいことはわからないんだけど、とにかくそんな簡単な病気じゃなくて、手術しないと治らないらしいんだ。そうなんだ。それは大変ですね。で、だからどうしたんですか？お前な、元旦那のこんな話を聞いても何とも思わなかったのか？どんだけ心が冷たいんだよ。いや、あのさ、私だって心がないわけじゃないし、普通に性格の不一致とかやむを得ない理由で別れた元旦那とかだったら本当に心配もするし同情だってするよ。でもあんたに関しては例外だから。なんだよそれ。確かに離婚することになった一番の原因は俺だけど、俺がそういう行為に走ったのは愛香のせいだぞ。は？この後に及んで人のせいにするわけ？さっきまで反省してるだとか散々言ってたくせに結局何も変わってないんだね。だってそうだろ。お前はいつも仕事ばっかりで忙しそうで、俺よりもいい会社に勤めて俺より稼いで、そんなお前を見ていられなかったんだよ。それは何回も聞きました。だから浮気したって言いたいんでしょ？離婚の話し合いの時にも何回も言ったけどさ、どんな理由があろうと浮気した時点でそっちが悪いの。私は家事を放棄したわけでもないし、家のことも優太のことだって一生懸命だった。
それなのにろくに家にも帰らず飲み歩いて、パチンコやスロットでお金無駄遣いして、挙句の果てに浮気したようなやつに私にも原因があるなんて言われたくないんですけど。俺だってな、お前がもっとか弱くて一人じゃ生きていけないって感じだったら、お前のこと守らなきゃって思えてたし、いつまでも一緒にいたいと思えたよ。それなのにお前は何でも一人でこなすし、俺がいなくたって大丈夫だっただろ。私だって所詮女なんだよ。全てを一人でやるには限界がある。それなのに助けを求めようとすると、いつも家にいないし、家のお金にまで手を出して外で遊び歩いてさ、そんな人に自分の人生任せられないでしょ。マサヤは私は何でも一人でこなすって言ってるけど、あくまでそうさせたのはマサヤの方だからね。もういいだろそんな昔のこと。そんなことより俺は今困ってるんだよ。さっきも言っただろ、病気だって。聞いたけど、それがどうかしたの？だから必要なんだよ、手術するためのお金が。ねえ、そうなんですね。頑張って稼いでください。何言ってんだよ、俺は今病気なんだぞ。体だってボロボロなのに働けるわけないだろ。だったらあの時の浮気相手にでも助けてもらえば。その後その人と再婚したんでしょ。元妻にこんなこと頼んでないで、今の奥さんに頼んだらどうなの。あいつはダメなんだよ。ハイカと違ってろくに働かないし、欲しいもの手に入らないとすぐ機嫌悪くなるしさ。だから離婚しようか悩んでるんだ。まあそれは大変ですね。まあ私と結婚してた時は私のお金勝手に使ってその子に散々見ついてたもんね。あなたが勝手に使った200万円も返してもらってないけど、いつ返してくれるわけ。あのな、俺の話聞いてた？今俺は大変な状況なの。お金もなくて、病気で働けなくて、明日の生活も厳しいくらいなんだよ。うんうん、大変だね。じゃあ実家にお金借りるとか、今の奥さんにどうにかしてもらうとかしたら、私に頼ってくるっていうこと自体そもそも一番間違ってるでしょ。そんなこと言うなよ、本当に誰も頼れないんだって。愛香と離婚してから両親もめちゃくちゃ切れてて、結局ほぼ絶縁状態だしさ。今の嫁だってバツ2だから、実家と仲悪くてどうしても頼れないんだよ。だからって私に頼るのは違うでしょって言ってんの。私に頼るんだったらせめて払うもの払ってからにしてくれる？慰謝料、養育費、勝手に使った200万円、これらをきちんと払ってくれたら考えてあげる。だからさ、何回も言わせないでくれよ。俺は今病気で働けないから、愛香にお金を返そうにも返せないんだって。愛香でも分かってくれるだろな。あー、本当に懲りないね。私だってね、助けてたかもしれないよ、マサイが本当に病気だったらね。え、なんだよその言い方。俺が嘘ついてるとでも言いたいのか。そうだけど、だって嘘だよね病気って話。何言ってるんだよ、俺は本当に病気で今しんどい思いしてるんだぞ。それなのによくそんなこと言えるな。この前聞いたよ、マサイのご両親から。あ、俺の親なんで連絡なんか取ってるんだよ。定期的にお母さんがユータのこと気にかけて電話してきてくれるの。それにあんたつい最近も実家に来たらしいじゃん、お金貸してくれって。いや、だからそれは手術するための金で。ああ、ギャンブルで借金して毎晩借金取りが来てるっていうのは、ご両親に借金肩代わりしてもらおうとしてたんだよね。おい、なんでそんなことまで知ってるんだよ、母さんが言ったのか。そうだよ。ちなみに私たちが離婚するときにお世話になった弁護士さんに、お母さんが困ってるってことも話しておいたから。無理やり実家に借金を押し付けようとしても無駄だからね。なんでそこまで。いや違うんだ、本当に借金が重なっててやばいんだよ。知らないよそんなの、自分で蒔いた種なんだから自分でどうにかしな。もし今後同じようなことがあったらまた弁護士雇ってそれなりの対処取らせてもらうから。それじゃ。おい待ってくれ、このままじゃ本当に生活できないんだよ。なあ愛香頼む、助けてくれよ。それからいろいろ面倒だったので、今後のやりとりは弁護士さんに任せることにして、私はマサヤの LINE をブロックしました。マサヤは自分の作った借金の返す当てがなく、実家や私に嘘を言ってお金を奪おうとしていたようですが、
考えが甘すぎましたね。結局行く当てのなくなったマサヤはハローワークに通いながらバイトを掛け持ちしているようです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。